本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回の企画はこちらでございます。あなたの仕事の生産性と効率を上げるための iPhone おすすめ To-Do リスト管理アプリについて紹介していきたいと思います。さて今回はですね、少し久しぶりに iPhone のアプリケーションにフォーカスしてお話をしていきたいと思います。仕事関係のアプリケーションだけでも本当にたくさんありまして、特にいわゆるスケジュール管理、タスク、トゥードゥリスト管理というものですね、こういった部類は本当にめちゃくちゃ多いです。代表的なところで言うと、ティックティック、あとはノーション、Google カレンダー、挙げるとキリがないんですけれども、このあたりのアプリケーションが使い勝手もよく非常に人気のあるアプリかなと個人的には思っております。で、今回私がこの動画で解説していくのは、様々なアプリがある中でも特に To Do リスト、いわゆるタスク管理、一点特化したアプリを紹介していきたいと思います。どういうことかというと、例えば先ほどお話ししたようなノーション、ティックティック、グーグルカレンダーというのは、とにかく素晴らしいアプリなので、カレンダーのスケジュール管理はもちろんですが、さまざまなシステムを組み込んでいくことによって、タスク管理はもちろんですけれども、エクセルクラスのデータ管理もすることができるようなアプリがあったりします。ただ言い方を変えれば機能が豊富すぎるので、初心者の方からするとちょっと逆に使い勝手が悪いというか、何でもできてしまうので、逆に何もできないまま終わってしまうことって結構多いんですよね。このチャンネルでは過去の動画もそうなんですが、あまり細かいこの機能の紹介でしないんですね。基本的なところを押さえていただくだけでも、仕事の効率上げて生産性って上げていくことができますよというのを日々伝えております。今回も日々仕事をしていくにあたり、最も大事なトゥードゥリスト、タスクを管理することに特化した非常に使い勝手のいいアプリを一つ紹介していきたいと思います。めちゃめちゃ使い勝手が良くて、スマホユーザーはもちろんですが、手帳ユーザーの方もですね、日々手帳でスケジュール管理してるけれども、トゥードゥリストとかタスク管理はスマホでしたいという方には、このアプリとっても使い勝手がいいので、ぜひ手帳ユーザーの方も最後までご視聴いただければと思います。それでは行ってみましょう。では改めて今回紹介していくアプリはですね、こちら To Do List というアプリになっています。アプリの名前もアイコンも非常にシンプルで見やすい、分かりやすいなと思ってこちら発見した記憶があります。で、このアプリがどういったところが優れているのか、実際に画面見ながら説明していきますね。では実際に立ち上げるとこのような画面が出てきます。私は設定でダークモードにしているので、この常にダークを例えばライトとかにすると、このように背景が白色の画面になってきます。このあたりはですね、お好きな方を使っていただければと思います。では実際これがどういったところが優れているのか説明していきますね。まず一つ目、今回動画の説明用で、上から経営会議とかアポ取りみたいに、一般的なトゥドゥリストを打ち込んでいます。まず打ち込み方はですね、この画面右下にある緑色の、丸の中にあるプラスを押していただくと、このように打ち込むことが可能になっています。なので例えばここにですね、編集作業と入れましょうか。編集作業と入れて追加と押すと、よしと、このようにですね、今画面に映っているトゥードゥリストの中に編集作業というものが一番上に出てきました。もしこの作業が終わった場合は、該当するタスクのこの横っちょにある丸ボタンをこのように押すと、チェックが入って、横線が入って終了ですというような表示になってきます。で、このあたりはどのアプリにもよく登場するものなんですが、ここからがこの To Do リストの使い勝手がいいところなんですけれども、ちょっとこれ戻しますね。例えばです、編集作業というタスク、こちら再度開くと、期限通知今日明日とありますよね。これ期限と通知を設定していくことが簡単にできます。例えば明日を押した場合は
12月26日水曜日という表示が出てきます。こちら翌日を押すと27日になる、まあ、前日を押すとまた26日に戻るみたいに、私よく動画内で言ってるんですけれども、日々の仕事って今日やるのか、それとも明日やるのか、今日やらないのかという、この2択で分けていくことってかなり大事なので、 To do リストを作っていく中で改めてその作業の期日を決めていくときに、非常にこの操作がやりやすいんですよね。今日やる場合は今日、明日やる場合は明日みたいなものを、タスク名を打ち込んだのと同時にその場で設定していくことができる。そして続きまして、この下にある色があるの分かりますか？水色とかグリーンとか紫とか、あといろんな色ありますよ。白、ピンク。このように色分けもすることができるので、仕事の4領域ですよね。重要度も緊急度も高い仕事なのか、重要度は高いけど緊急度はそこまで低くないものなのか、仕事の優先度を色分けで設定することができます。色自体は8つほどあるんですが、おすすめなのは4つ色を絞っていただいて、打ち込んでいったタスクが自分にとってどれぐらいの優先順位なのかというものを色分けしていくと、後々やりやすくなってきます。簡単におさらいすると、まずはここにタスクを打ち込み、そして期日を決める。今日なのか明日なのか、また違う日なのか。そしてそのタスクに対して色を分けていくことによって優先順位を決めていく。そして閉じる。こうするだけで画面を見ると、そのタスクがどれぐらいの優先順位になっているのか、そしてそれをいつまでに終わらさなければいけないのかが一目瞭然で把握することができるんですね。この操作がめちゃくちゃやりやすいのがこのアプリの特徴なんです。そしてここからさらにめっちゃ使いやすいのが、これ上段に部門 A と書いているの分かりますか？はい。そしてその横に部門 B とありますよね。これ何かというと、画面をスライドしていくと、このように部門 A から部門 B に変わります。これ何かというと、部門 C の横に小さいプラスマークがあるのって分かりますか？ここをタッチしていただくと、新しくリストの新規作成をすることができます。なので例えばここ部門の D と入れて作成した場合、新しく上にリストが追加されます。これどういうことかというと、例えば皆様がマネージメントされている仕事の場合って、ご自身が担当している部署っていくつかあるかと思うんですね。よく言っているんですが、自分がやらなければいけないことを全て一緒くたにすると効率って悪くなるんです。漏れが出るんです。だから事前に上段でご自身が担当している部門をこのように仕分けしておくんですね。名前もちろん変えていくことができます。例えば部門 B には部門 B でやらなければいけないようなことですね。チラシの入稿とかアジェンダの作成とか集客案を考えるなどなど、いろんなことを入れていくことができます。部門 C と言いながらも、今回テストで売ったのが家事ですよね。自分家でよく頼まれるような物事です。ゴミ袋買っててとか、うち猫とトカゲ飼うてるんで猫砂買っててとか、そういったこともこう分けることができるので、お仕事のトゥードゥリストとプライベートのトゥードゥリストもスライド一つで簡単に管理することができます。そしてもう一個、例えばね、トカゲの餌を買うというのがあるんですが、これ押しますよね。で、期限を例えば明日にします。そしてこの色分けのね、横に写真マークがありますよね。この写真マークを押していただいて、アルバムから読み込むを押します。そして今回トカゲの餌なので、うちのこのカナヘビちゃんのですね、ちょっと可愛いフォト写真を1個選んで打ち込むと、閉じるしますね。そうするとこれ分かりますか？タスクの中に写真を入れ込むことができます。これって結構便利なんですよ。文字だけが並んでしまうと、意外とこう見落としというか、情報量として頭の中に入ってきづらい時ってあるんですよね。ただここにイメージ写真を入れていくことによって、視覚的にも、言い方変えれば文字読まなくても思い出すことができるんです。トカゲの写真を見た瞬間に、トカゲの餌買わないといけないなとか、ゴミ袋もそうですよね。それぞれのトゥードゥリストをタスクに該当するような画像を組み込んでいくだけで、
見た瞬間にですね、何をしないといけないのかというのが文字読む以上に頭の中でパッと理解しやすくなってきます。このあたりが非常にね、このかゆいところに手が届くような機能だなと思っています。そして最後にこれいいですよね。例えば一番上から順番に自分がやらなければいけないようなことしたい場合は、例えば今回トカゲを一番上に持ってきますね。このように一番上に優先順位を簡単に変えていくことができるんですね。手帳とかノート術ではこれ付箋を使ってやっていきます。私とかまあアナログ好きというかノート管理が好きなので、付箋をこう入れ替えること自体が好きな人なんですが、もちろんデジタルで日々管理される方ってそれすっげーめんどくさいと思うんですね。ただこのアプリ使っていただくと、ご自身で後々トゥドゥリストをチェックしながら、どれを一番最初にやろうかな、その次は何にしようかなみたいなものを簡単にスライドで入れ替えすることができます。トゥドゥリスト、タスクを打ち込んで期日を決めて、そしてそれを色分けする、該当するような写真を入れた後に優先順位を変えていく、もうこれだけで1日のトゥドゥリスト簡単に作成することができます。そしてできたこのね、部門ごとのトゥドゥリストが完成したら、あとは iPhone のロック画面ですよね、こちらに長押ししてウィジェット追加でこのアプリケーションを指定しておくと、このようにロック画面で日々何をしないといけないのか、今日何をしないといけないのかがウィジェット機能を使って常に表示させておくことができるんですよね。トゥードゥリストアプリはもう本当に何度も言うみたいにめちゃくちゃ使い勝手が良くて無駄なもんが全くないので、ぜひですね、何かトゥードゥリストを作成するアプリ探されている方、ノートで少しやるのはめんどくさいからお手軽な日々持っているスマホで管理したいなという方は、このアプリをぜひチェックして使ってみてください。仕事の優先順位の決め方とか、業務の棚卸しというベースのやり方ですよね。こういったものは私の過去の動画をぜひチェックしていただければと思っております。というわけで今回はあなたの仕事の生産性と効率を上げるための iPhone アプリ ToDo リストについて解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、改めて解説をしながらですね、操作してたんですけれども、これ本当によくできたというか、欲しい要素だらけのアプリだなと個人的には思っています。スケジュール管理とかはまああんまりしないけれども、毎日のトゥドゥリスト、タスク管理はちょっとスマホにしたいなという方であれば、もちろんこのアプリ1個でこと足りるかと思っておりますし、何よりも、まあ、部門の仕分けも簡単にできるというのは、まあ、作られた、この開発された方がですね、非常にこうタスク管理されるのが上手な方なのかなと個人的には思っていました。ぜひですね、概要欄に URL 貼っておりますのでチェックいただいて、皆様このアプリダウンロードして日々のトゥードゥを管理してみてはいかがでしょうか。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。